高速バスに乗ってます。今まだ私の停留所まであんまり人がいないので触れてきますが、多分次の停留所は消灯するんじゃないかなと思うんで、静かにやっていきたいと思います。いつもの鬼麻雀だな。バス乗ってますが、すごくフリー Wi-Fi が使えるっていいですね。安いコースの夜行高速バスなのに。捨てます。トーンはまだ捨てられてないけどな。場を作るためには捨てなきゃいけない場面も来るかもね。もうこれでこれ求めてないことはバレバレだな。相手には完全に降りるとなったらこの範囲を捨ててきそうですね。捨てられてるけどな。今親だからな、スピードを上げたいね。服はないからな、まだ。あ、いいよ。もう捨てちゃえ。1回しか跳ねなかったですね。さあどうする。難しい。4これでどうだ。6がね、これ欲しいんですよね。でもこれでだんだん手を作りきりそうだっていうのがバレちゃってるよな。今タイヤも成立してます。だからこれとこれ振り込んでくるだろうなって思ってるだろうな。リーチしたらそれを読まないとな。いらん。28枚早くリーチしたいが、ドラ8枚ですね。8枚9枚だ。急にドラ捨てていってるからかなり こちらが手がまとまっているものだと思います。玉点でもおかしくない。一射あたりかな。いいシャン来たらリーチしそう。
ちょっとこの辺で迷いが来ちゃってる感じだな。でもうまくいってないな、ドイツ語しても。ビーチだ。何捨ててもいいのか。まあ2万捨てましょう。じゃあヨーランでもよかったかな。もう一発だ。6万。よし、対応成立。一発で、そうか、イペコになるんだ最後。満貫です。順調なスタートを切りましたね。全然役を作ろうっていう意識がそんなにないかな。レッドファイブだ。これ捨てよう。この辺は結構厚いですね。あと6万か。これ捨てない方が良かったかもな。でもなるべく真ん中の筋は真ん中の範囲集めたいからな。お、いいじゃん、いいじゃん。まあそれ以外の手は良くないんで、もうどんどん泣いていきましょう。トンなんで、まあ一回はいいや。ドラッジャー行きたけど、まあ無理だな。チューン捨てよう。次安くても上がらないといけない。トンとハイパーか。多分トンは振り込まれてくるとは思うよ。多分ね。チューン捨てよう。早いこと3枚ずつのブロックを作らないとね。チューン誰も泣かないかな。難しいな。ポン行ったれ、何か捨てないといけない。頭がね、5万かな。イーシャンテン来たな。というのにイーシャンテン来たけど、でもトーン振り込んでこないと上がんないしね。多分もうマンズの後半はないって見られてるよね。マンズもないって思ってくれたらだけど、まだそれは言い切れないよね。4万は筋だし、筋じゃないし。で、お、来た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 、チャンス。いや、これはこれ捨てよう。いや、まだです。インシャンテンだ。全然泣かずに来た。でも泣けるチャンスでもある。相手が先にリーチか。これはアンパイだ。そんなに危険なことないと思うけどな。6万、まあ、これ捨てよう。ちょっと慎重に行かないとな。自力で上がりやがった。ドラを持ってるよな。なかなかいい。8000、マンガンか。4000で取られちゃった。シールを奪われてしまいました。シールを親も消滅。良かったんだけどな。
1回目の1万で泣くべきかなと思うことを前提に、分からん、3、4、5のルート5だからな。あんまり手配良くない、これ頭として、いらん。それでもトーン捨てるけどね。ハツ、ハク、どっちも来る可能性かなり減ったな。ちょっと注文来ちゃったし、いや、切り替えるか、これ泣く、トーンする、してないな。じゃあもうこれ可能性ないよな。チュンまた持ってる可能性あるから、防御的にはちょっと弱くなったかもな。あ、もういらんはず。する手もあるな。あ、やった、自力できた。2345、まあこれか、あとはもう泣くだけだな。これから次いらないのは、あ、いらん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 、これ捨てます。2336、微妙だな。何？いや。あ、来た。これは泣きます。22の。いや、悩むな。頭がな。これは頭にして、どれ2かな。これは頭にするかな。頭にすればこれでテンパになったけどな。2は2はまだ1枚しか出てないね。あ、いいんじゃないの、地位これテンパだし、どうせ対応ないし、コート8か、今は分かりにくいかも。そっか、8はもう2枚出ちゃってんだな。5は5万、あ、来た、3、ラスハイ来た、ラスハイじゃないか、安い、まあいいや。トップから振り、トップが振り込んでもらえたし、流れどこ配役が良かったから、手じゃないと上がれないだろうだしね。特急券を持ってるからな、早く勝負しよう。あ、
難しい。これかな、これもいらんよな。うん、今だな。で当然これ、チュン捨てられた。チュン捨ててもいいか、これがわからんよな。まあチュン捨てよう。ちなみにイシャンテン、イシャンテンだけどちょっときついな。これいかん、いらん。地域で踏み込みたいよな。ドラを切ったからにはないっていうのは分かるしね。はないし、3も5もないのかな。白がこれで1枚早っ。リーチ、え、なんだと思う、白だと思うけどな。1はいいだろう、いけるだろうけど。あ、いいな。なんだろう、これか。アウト、アウト。やられた。2は安いけどね、得点は。ばらけてるから、いちご坊やさんも点数がわからないな。ないらん、早く揃えることが大事。いらんと思われちゃうよね、これ。卒に越すときは積み落としてもいい。これ来た。まあ、なればいいや。リーチすりゃいいんだし、ああ、もう、これ、これ、そうそう、でもいいことだ。いらん。シャンテンだね。手を変えてちょっとタイヤを狙ってもいいかもね。6が出ればな、手を変えられてタイヤを狙いできるかもしれない。これも6が出ればな、よし。いや、まあ9でも3枚捨てられてるかないか。だからここは出にくいな。そうだから、ここは自分で引っ張ってこないといけないな。
まあまあ不利ではないか、ちょっと不利。子がないんだよな。だから5が積み込んでし、3は、4は、4は3、4は1枚ずつ出てるな。2、3、4でこれもう運悪いよね。真ん中なるべく残した方がいいのか。お、リーチ来た。当然1万捨てる。4ですね。4が頭で、6と9だが実質6の短期待ちだな、これ。待ち手がこれだっていうのは分かりにくいかもな。はい、来た来た、お見事。 なんとか相手がスピードが遅かったんで勝てました。リーのみリーのみ、首位をキープできました。なんかコインゲットだぜ。どこな、前日この3位なんかね、うまくいかなかった。この時の3位は、まあ1回振り込んじゃったか、振り込んじゃったけど、まあいいでしょう。